優秀賞一組目の発表です。蔡雄飛さん、二保健さんによる戦略的 CRMM カスタマーリレーションシップマーケティングモデルの妥当性分析による有効性の検証です。それでは発表していただきましょう。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。京都情報大学院大学 CRM ゼミの、プロジェクト発表を始めさせていただきます。発表者は私蔡と二保で行います。よろしくお願いいたします。私たちが行ったプロジェクトの題名は戦略的な顧客関係マーケティングモデルの妥当性分析による有効性検証となっております。まず説明の流れなんですが、まず CRM の定義、研究の背景、目的および検証の流れ、調査概要、信頼性検証、妥当性検証となっております。でまず CRM の定義ですが、CRM というのが顧客との関係を戦略的に管理するための戦略で、それぞれの顧客セグメントに経営資源の配分を最適化し、最上のサービスを提供するために顧客の要求、行動、ベネフィットなどを究明していくような継続的かつ自動化されたプロセスのことです。で次に、e ビジネスにおいての、顧客関係マーケティングの現状を見ていきましょう。実際にオンラインとオフラインでの、その、消費者行動特性が、異なるため、既存のマーケティング戦略が、適用しにくいということは、eCRM 戦略の、策定を困難にしています。そしてもう一つ、e メールを顧客獲得ツールとして、雇用していることは、実際に、スパム増加の原因となっていまして、実際に、2010年にはそのスパムが世界中のメールトラフィックの 70% にも達すると予測しています。でこのような問題点に対して2007年の就労プロジェクトで先輩たちが e ビジネスにおいての顧客を維持するための戦略的な顧客関係マーケティングモデルを提案しました。で私たちがこのプロセスモデルを考察した上で妥当性分析による有効性検証を行いました。でこのプロセスモデルなんですが、大きく5つのステージ、3つのフェーズとリレーションシップの強度という3つのファクターから構成されています。でまずステージ1のところでトリガーとなる要求メッセージが送信され、この時点でこのプロセスモデルが展開されます。でこの信頼リレーションは学習達成ステージを立て、信頼をもとにしたパートナーシップが強化されていきます。でステージ4以降から、顧客が企業との、リレーションシップがより深まれていて、企業は顧客をリテンションでき、そして、口コミによる、新規顧客獲得という効果も期待できます。でこのような、最有力顧客を維持できると同時に、口コミによる、新規顧客獲得という効果も得られ、長期的な、高い収益性が、得られる、プロセスモデルと、なっております。でこのプロセスモデルの、有効性を検証するために我々は、まず、ネット上で、アンケートの調査を実施し、でそこから得られたデータの信頼性を検証してから、プロセスモデルの妥当性を、検証を行いました。で質問項目についてですが、大きく、2段階に分けることができます。まず1段階目の質問ですが、ここでは、ネットショッピング経験者と未経験者を、分ける質問、ための質問で、次は、プロセスモデルに即した、質問となっております。で私たちが、まず、京都情報大学院大学の学生を対象にして、予備調査を行い、そこに、質問項目の不備がないかを確認し、そこから、指摘された点などを、修正して、本調査を行いました。でまず、信頼性を見ていきます。で私たちが、まず、クローンバックのアルファケースを用いて、アンケートの、質問項目の信頼性を検証してから、折半信用法を用いて、アンケートデータの信頼性を検証していきます。でまず、クローンバックのアルファケースを見ていきます。先に、ネットショッピング経験者を対象にしてクローンバックのアルファケースを算出しました。で実際に、
クロームバックのアルファケースというのが一般的に 0.8 以上であれば、高い内部移管性があると、言えますが、今回の結果で 0.85 という、アルファケースが得られているため、アンケート質問の項目 の信頼性が、得られたと、分かります。で次に未経験ネットショッピング未経験者においても、0.87 という高い、アルファケースが得られているため、これらの結果から私たちが今回実施したアンケートの質問項目の、信頼性が、検証できたと、分かります。で次に、折半法を用いて、アンケートデータの信頼性を見ていきますが、まずネットショッピング経験者の106名を、ランダムに2つのグループに分けました。で例えば、ハーフ1において、ステージ1とステージ2の相関係数は 0.45 であり、ハーフ2では 0.62 となっています。興味に示しているように、それ以降の項目においても、似通った相関係数が得られていることが分かります。で続いて、ネットショッピング未経験者の28名を対象にして、検証したところで、それも、ネットショッピング経験者と同じく、ランダムに折半された2つのグループの間に、似通った相関係数が得られています。そこから私たちが、今回アンケート実施したアンケートから得られたデータの信頼性がの証明をできました。それでは続いて妥当性検証の方を私にほから説明いたします。妥当性を検証する際には大きく3つの方法があります。まず1つ目が内容的妥当性、そしてもう1つ目は基準関連妥当性、そして最後に構成概念妥当性という3つのグループがあります。この中でも一般的によく用いられているのは構成概念妥当性に属する法則的妥当性というものになっています。私たちは今回この方法を用いて妥当性の検証を行いました。この法則的妥当性というものがどのようなものかといいますと、自分たちが論理的に予測したものがその予測したものを検証した後のデータでですね、その予測と同じような数値が得られた場合に妥当性があるというものになっています。私たちはこのモデルに即した行動をこのアンケートデータを得た人たちが行ってくれると考えていますので、そのような数値が得られた場合、妥当性があると判断することができます。今回は2つの方法を用いて法則的妥当性検証を行いました。まず1つ目が相関分析による法則的妥当性検証となっています。2つ目は因果分析による法則的妥当性検証になっています。相関分析だけでも十分なのですが、私たちが考察しようとしているこのモデルは因果関係が強いと思われるため、今回は補足的に因果分析による法則的妥当性も行いました。まず相関分析による法則的妥当性の方を説明いたします。この赤い四角で囲まれているところが各ステージ間の相関係数となっています。経験者未経験者とも 5% 優位で係数が得られており、相関を認めることができる係数を得ることができています。こちらの方はプロセスモデル全体の関係性を示した図となっています。青い丸の部分には先ほどの相関係数が入っています。矢印の部分はアンケートデータでこの質問に関連したところで3以上の数値を示した方のパーセンテージを集計しています。矢印のところを見ていただけると分かると思うんですが、全体的に8割強の方が肯定的な意見を示しているため、このモデルに対する関係性は高いのではないかと判断できると思います。未経験者の方も同様に矢印の方数値を見ていただくと、例えばフェーズ1とステージ1の赤い矢印のところでは 89% など、フェーズ3の方では 96% というような数値も出ています。この結果を見ますと関係性は深いのではないかと判断できます。続いて因果分析について説明します。これは構造方程式と呼ばれるものなんですが、今回は共分散構造分析と呼ばれる方法を用いまして、パス図を作成しました。これをパス図に戻しますとこのような図になっています。
バス図の適合率を示す際に、一般的に適業指標 GFI と呼ばれるものと、平均二乗誤差平方根の RMSEA と呼ばれるものを使用しているんですが、GFI の方は 0.7 以上、RMSEA の方は0に近いほど適合率が高いとされています。この経験者におけるパス解析モデルでは GFI は 0.99、 RMSEA の方はほぼ0となっていますので、非常に高い適合率を示していることがわかります。因果係数の方においても、このステージとステージの結ぶ矢印の下に書いてある数値が因果係数になるんですが、プラスの因果係数で平均すると大体 0.5 程度の係数が得られていますので、因果関係はあると判断することができます。こちらは未経験者における構造方程式になります。こちらの方をパス図に戻しますと、このようになります。未経験者の方の適合率ですが、GFI は 0.95、RMSEA は0.03 となっており、こちらも高い適合率が確認できます。未経験者の方は経験者に比べステージ1と2、ステージ4と5の方では 0.7 という非常に高い係数が確認できました。このことから未経験者においても因果関係はあると判断することができます。以上、このようにして妥当性の検証を行ってきました。まとめますと、まずはじめにアンケート調査の質問項目群に関する信頼性ですが、こちらの方はクローンバックのアルファケースで経験者未経験者ともに 0.8 以上の係数が得られているため信頼性は確認できました。そしてアンケート調査で得たデータの方の信頼性ですが、こちらも経験ランダムに折半した数値を見比べた結果、似通った数値が得られているためデータの信頼性も確認できたといえます。そして妥当性検証の結果についてですが、まず相関係数の方では経験者の方では 0.4 から 0.6、 未経験者では 0.4 から 0.7 という係数が得られており、こちらも相関はあると言えます。因果係数の方についても同様に因果関係を認めることができました。このことから信頼できるデータを用いてCRMM の妥当性を検証した結果、このモデルの妥当性を証明するのに十分な数値を得ることができたと考えています。したがってこのモデルは有効性があると判断できると思います。最後になりますが、このような e ビジネスにおける顧客を維持するようなモデルが今後ですね、どんどん開発されていくことで e ビジネスはますます e ビジネス市場はますます今後発展していくのではないかと考えています。私たちは今回の研究でその発展に少しでも寄与できるのではないかと考えています。ご清聴ありがとうございました。